眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、いやー、この間ね、はい、YouTube で、はい、なんか、旅系の YouTube を見てたんですよ。はい。で私もね、YouTube を見る側なんです。結構見るんです。はい。おいでね、ミニクーパーを乗ってる人がいて、はい、で、その人がね、夫婦でね、はい、乗ってて、で、自転車2台を乗っけて、うん、折りたたみ自転車ですわね、うん。ミニクーパーあんまり大きくないから、だから後ろに2台積んで、ほいで旅行って、ほいで旅先で、うん、折りたたみ自転車2台出して、うん、で、旅して。で、その折りたたみ自転車から今度ね、ちょっとこう、なんていうの、気の利いたおしゃれなね、コーヒー、なんていうんですか、うん、コーヒーギフトは。いや何を言いたいのかわかるんですよ。水筒じゃないですか。なんかね、そう、温めるやつ、なんかガスコンロで、ガスボンベにもうね、皮で巻いてあったりとかして、もうすごいおしゃれなのね。まあ、そのね、おしゃれっていうのももう本当悪い意味じゃないよ。全然忘れる意味じゃないの。ね。ほいで、それをね、この、例えば、長野行って、で、長野のね、大草原で、奥に見える、もう本当ね、なんで山、うん、山に囲まれてもう大自然ですわ。うん、そこでね、二人でね、うん、椅子を、折りたたみ式の椅子をね、こう組み立てて、ほいで、木のね、おしゃれな椅子を出してね、夫婦で。ほいで、ゆったりしながらね、そのコーヒーを入れるんですよ。うん、で、こうやって、こういう日を眺めながら、こうコーヒー飲むっていうのを見てて、うわ、これはいいなぁと思ったんですよ。いや、僕ね、うん、ちょっと目覚めたな。いや、すごい、そうです。まあ、そこだけ聞くと、すごいいいなと思うんですけど、私はもう、すごい、まあ、今すぐにやってみたいなと思うんですけど。思うでしょ？ただ、先生にちょっと、はいはい。気になるのは、はいはい、そういう、夫婦その後片付けしてますから。うん、で、YouTube ではね、そう、映してないのね。そう。それでね、で、うちの神さんにも、ともね、ちょっとこう見てよ、つって、うんうん。これ見て、これ良くないって言って、うん、こういうことやってみたくない、うん、これどこだろうねって。結構その旅系 YouTuber として、ミニクーパー、なんだっけ、ミニと旅行みたいな感じなんですよ。赤いミニでね。もうすっごいいいの、その。原稿のミニなんですか？原稿ってクラシックミニです。山崎さん持ってたやつ。はいはいはい。それで、わかるでしょ？後ろの心もとないトランク。はいはい、はい。あれをこう、倒して、そこに木のテーブル乗っけて、そこの上で、サンドイッチ、包丁でこう切ってね。はいはいはい。それでコーヒーをここで、豆から引いて、で、温めて、そっか。美味しそう飲んでるんですよ、これ。で、誰もいないの、その街、そのところには。もう、キャンプ場とかそういうんじゃないのね。はいはい。完璧な大自然。なるほど。うん。いいと思いません？いやいや、めちゃくちゃいいと思うんですけど。そう。ただ、片付け誰やんのかなっていうのは気になりますけどね。そう、だってね、もう、それ言ったらおしまいなんだなぁ。もうだから、神さんもね、それをね、見てて、こういうのやってみたいんですよって僕が言ったの。うんうんうん、したら、いや、つって私はちょっと、おすすめしない。うん、多分、これ見えないところで、多分これね、片付けたりとかしてると思うよ。はいはい、うん。で、しかも、飲んでる時にね、これ、コーヒーとサンドイッチ食べるだけにね、ここまで来て、で、いつ、なんて飽きるかわかんないのに、こんな大げさな椅子をここで出して、俺ら何やってんだろうって多分あんたのことだから思うよってこういうわけです。しかも、熊も出ますからね。いや、もうそれはね、この子供がね、それを見てて、だけどこれ熊出んじゃないのここって子供が言うわけですよ。そうですね。だから俺、ほった教育の卵ですね。これはね、もうね、育て方間違えたなと思って、
いや、僕らがね、はい、熊が出る、熊が出る言ってるじゃないですか。はい、YouTube でも、はい、実際、もう、しょっちゅう言うわけですよ。あそこ行きたいって。でも画像熊いるよっていうか。だから要は、あそこ、じゃあここ熊出るの？熊出ないの？ってこう聞いてくるわけです。逆に、はいはい、聞いてくるようになったんですよ。うん、意外と、熊が出ない場所なくなったね。うん、ね、だから今度箱根行くよって、箱根の温泉行くよって言ったら、大丈夫？熊出ない？っつって。うん、だから調べたら、箱根のなんとかに熊が出没ってこう出て、いやだから出ないっていうのは嘘になっちゃうんですよ、男も。はいはいはい、で、ちょっと富士急ハイランド行こうかってさ、うん、熊出ないって聞くから、調べてみたら富士急ハイランドホテルに熊が出たって出てるわけです。もう日本中至るところに熊出てるわけですよ。だから熊出ないっていう質問をされたらもうね、うん、あの熊は出るって答えるしかないんですよ、うん、もうこの日本列島、うん、いやそういう恐ろしい時代になりました、うんうん、まあ熊の話はちょっと置いといたとして、はい、今日だから山崎さんにね、そのね、いいとこだけを切り取るとそのね、うん、いいんですよ、そのミニクーパー、ミニ、まあクーパーじゃない、ミニメイフェアですけどね、うん、あれは、うん、クラシックミニですよ、はい。まあちょっと皆さんご存知かどうかわかんないですよ。ミニって言っても今現行っていうのは BMW 製のあのミニですよね。現代版のハイテクミニですけど、はい、本当のミニって言ったらもう本当に1900、あれは40年代からあんのかな、もともとはオースチンですよね、うん。オースチンミニから始まって、うん、途中、ごめんなさい、ど忘れちゃった。モーリス。モーリスミニがあって、それで最後は、ローバーミミ、うん、ね。ですよね。ローバー耳まで入る。ローバー耳になってます。行って。それ無理です。で、いいんだよ、そんなことこは突っ込まなくて。ね、で山崎さんも乗ってたし、はい、関谷さんも赤いの乗っててね、はい、山崎さんはブリティッシュレーシンググリーン乗っててね。はい、で、僕らの周りもね、あの、乗ってたよ、ね。石井くんも乗ってたし、朝子くんも乗ってたしね。みんな、見に乗ってんですよ。うんうんうん、もう僕、指くわえて、羨ましい、羨ましいって言って。本当にね。だからね、もう憧れで、僕もね、ちょっとね、今自分の車を、もしですよ、仮に売って、うん、もうミニにしようかななんて、本格的に、ちょっと調べたんです。いや、わかるわ。何回も考えました。私、その調べた結果知りたいです。ね。まあ、ピンからキリって言えるのかな、うん。ちゃんとした整備されたミニを買うと今400万なんですって。やっぱそうなんだ。そう。で、僕最後、最終型の時、実は買おうとしてディーラーまで行ってんですよ。はい。うん。最終ミニ。はい。ね。2000年、うん、うんうん。ぐらいに、そう言って、これが最終形でも最後のチャンスです。ミニ買うんだったらって言って、それを見に行ったんですけど、結局買えませんでした。うん。うん、憧れで、もう今もう一回買おうかななんて思って、だいたい走行距離が、いいやつで5万キロから6万キロぐらいです。え、そんなに短いのあるんですか？ありますあります。そう。あ、そうですね。それはいいですね。うん。で、シンプルでしょ、構造が。うん、だから、まぁ、あ、ちょっと、オートマ限定の山崎さんには申し訳ないけど、うん、オートマだとちょっと壊れる可能性があるから、はいはいはい、マニュアルを選んでね、うん。で、そうするとパーツも結構出てるメーカーだから、うん、だから安く維持できるんじゃないかなと思って。うん、そうなってくると、割と最近のコンピューターでガチガチにになんかこう制御されてるやつってちょっと壊れるところ多いじゃないですか。うんうん、かえってミニの方が安いんじゃないかなと思って、うん、維持費が。あ、もしかしたらそうかもしれないですね。うん。これでね、もうさらにいろいろ調べて、うん、ミニがどういうところが壊れるかとか、雨の日のミニについてとか、うん、したらもうしょっちゅう内側が曇るんですってね、あれ。ああ、そうだったの。そういう記憶あります、うん、もう雨の日なんか。で、僕もあの当時、あの、曇る車乗ってたからね、うん、しょっちゅうなんかグラコでした、グレコでしたっけ、うん、なんか内側からもこう、曇り止め、吹いたりとかしてましたけど、うん。私も考えましたね。本気で欲しいなと思って。いつ ?3 年ぐらい前かな。あ、最近じゃないですか、めちゃめちゃ。はい、いや、ね、これね、これね、もしあれだったら、はい、この安眠ラボラトリー号を1台、3人で共有で1台持つってのはどうですか？ああ、
いいかもしれないですね。うん。うん。これでね、うん、安いやつは、150万ぐらいであるんですよ。うん。で、ちゃんと、IR なんとかって言って、ミニ専門店があるんですよ。はい。有名な。はい。そこで買うと400万円ぐらい。ああ。うん。そう、その時に、調べた時に、なんかその気分的な問題で、うん、うん。私、免許取ったから一番最初に買った車がミニだったんですけど、うん、その時に買った時に、中古で、別にいい状態じゃなかったんですよ。特に普通の状態のミニだったんですけど、うんうん、ディーラーで買ったわけじゃないです。町の中古屋で買って、うん、90万円だったんですよ。あ、安かったね。そう。で、そしたらあの当時に、90万円で買ってたものが、今、同じクオリティのものを買おうとしたら、当然高いじゃないですか。ですね。って考えたら、気分的に嫌になっちゃう。あ、それは株式と一緒だね。ああ。ね。うん。上がった後に買いたくないんですよ。そうそうそう。で、結局、まあ、しかもリスクもあるしなと思って、うん、結局その時はやめちゃったんですよ。なるほどね。でも、あれ、はい、多分下がることないんじゃないですか。やっぱそうですよね。だから変な話、最新の現行のこう、ハイテクか買うよりも、うん、クラシックのミニの方が、うん、維持費は多少はね、かかるとしても、うん、でもまあ、あれの方が資産価値上がるんじゃないかなと。うん、確かに。そう。最新のミニも、見た目最初おしゃれだなと思うんですけど、あ、今の BMW 製のね、はい、うん、一瞬ね。だけどやっぱ昔のと比べるとものは違う、全然違いますよね。全然違う、うん、だ僕が心配なのは、はい、唯一心配なのはね、はい、あれを手放せないということ。多分あの車買ったら絶対手放したくなくなります。ね、今の最新の BMW だとか、ベンツだとか、アウディなんて、うん、多分、新しいの出たら、ひょいっとこう、経済的な余裕があれば乗り換えますよ、最新のやつ。だけど、うん、あのミニに関してはおそらくね、うん、もう売るときさよなら、寂しくて涙出ちゃうかもしれない。そういう愛着が湧く、まあ、自動車、道具としての自動車。うん。うん、そうですよね。ミニの良さですよ、それ、うん。そうですよね。そう。それなんか現行で発売されてた最後 の車な気がしません、ね、そんな。そう。そんな風に思える。いや、そう。本当に僕もそれを、ね、そう思ってね。はい。そう。だから本当に最終形買うときはそれを思って、うん、一個こう買っとこうって。うん。うん、そのときはだからもう2台も所有したいなって思ってたんですよ。うん、でもなあ、やっぱあのクラシックミニ1台だけでいろいろ済まそうと思うとちょっと不安ですよね。ちょっと現実的。うん。で、うちのかみさんなんかもそれ言うはちょっとダメ、うん。で、テレビ見てたらね、コーヒーなんかもの中で飲めないと。うん、なんでかって縦揺れがひどいんですって。だからすぐコーヒーがブッとこう出てきちゃうから、最近のほら、缶コーヒーじゃないですよ。コンビニのコーヒーだったりとか。うん。あ、そうかもしれない。ちょっとだから、あ、確かにそうだったと思って、あの時代のね。うんうん。そうだったね。ね、あれもいいんですけどね。うん、運転してるとあれもゴーカートみたいで面白くて、うんうん、いいところなんですけど、うん、まあ、現代的な車に比べると便利さっていう意味では劣ってるとこたくさんある。うん、でもそれもまた味でね、うん、羨ましいんですよ、それ。いや、わかるな。うん。それでね、こうやって草原行って、ほ、うん、いで、こうやって、後ろから出してね、うん。ほいでね、アコースティックギターのボサノバの音がこう流れてる BGM、うん、その YouTube の BGM ね、はい、ボサノバで想像してみてください。長野の大草原、白馬か、あれは白馬、うん、ね、うん、で南アルプスの山、遠くには、うん、でここにはこうやってプシュ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 、これ草ボーボーね、でここでこうやってこう出すわけですよ、うん、木の椅子でこうやってプシュッカシャッカシャッカシャッって、うんうん、でここで、コンロで火出して、うん、お湯沸かして、うん。うん、いや、まあ、それも本当まさにキャンプの良さなんですけど、それが。ね、そう、そう、いや、もう、僕だから本当ね、うん、いや、間違えてたというか、うん、いや、もう完全に僕そっち側です。言ってみれば、もうそっちが完全にそっち側。間違いないです。うん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 。変わったってことです。変わったのかな、変わったのかな。でもその YouTube 見て、うん、やっぱり良さが分かったってことなんじゃないですか。それまでの片付けがもうどうして前に来ちゃったんじゃないですか。片
片付けとね。いや、で、あのね、すごい良さ、美味しそうなんですよ、コーヒーが。あーで、その大草原。はい、で、ここで、前には草。ここプシュプシュプシュ。草の部分だけはちょっとあの、南アルプスの山々。はい、ね。ほいで大草原。うん、誰もいない。うん、で、ちょろ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 。ちょろ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 。小川が流れている。うん。かぁかぁカラスです。夕方だから。あ、なるほど。うん。うん、しん、うん、あ、しん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 こんな声の話です。日暮らしです。日暮らしです、それだ。うん。いや、いいですよね。いや、いいね、あれ。それ、まあだからね、もう、確かにね、だからいろいろね、それ見ながら、神さんの懸念してること、子供が出る、言ってる熊のこと考えたらどうしようかなと。まあでも、月のワグマか、だったら戦えるのかな、とかね、もし来たら、この椅子をもう一回、を瞬時に分解して、棒の部分だけで、こう、ブスッとこう やれるのかな、とかね。あの、この前ね、インスタ見てたんですよ。そしたら、うん、熊を追い払う人たちの動画見たんですよ。うんうん、多分、あれ自然保護団体みたいな感じの、うん、人たちに見えたんですけど、はいはいはい、それが、遠くから望遠カメラで熊を撮影したんだけど、うんうん、そのカメラが気づいて、猛スピードで走っていくんですよ。Okay. 撮影来るの方に。うん、バーッと走ってきて、多分撮影来る多分3人ぐらいだったんですけど、3人が、もうカメラ構えながら、ヘアーヘアーヘアーって言って、みんなで言うと、熊が近くまでバーッと走っていくんだけど、それでこっちが逆に向かっていくと、熊が逃げていく。そうなんだ。やつを。いや、だってわかんないよ。ね、そうなんそれ、そう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 。だからよく言うのは刺激するとダメだって言うじゃん。それ刺激じゃないですか。もろそうですね。でも、大丈夫なんですか？そう、すごい体長3メートルぐらいある熊を、その男3人のヘアヘアで、追っ払ってました。だからそこに選択肢が2つあるわけじゃないですか。もう死んだふりはもうダメなの知ってます。だからもう本当にそこで目を、合わせないでただずっと突っ立ってるっていうのと、ヘア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 、ね、ウルトラマンじゃないですか、ね、シャーッシュこれでやるかどっちかじゃないですか。そうですね。ね、うん、でもおそらくですけど、あの人たちは、もう万が一のためにおそらく銃は携行してると思うんですよ。あ、そっちか。強気の強気だ、ね、だからヘアができるんだだと思います。ああ一応持ってると思うな、あれは。ずるいよね。わかんないですよ。多分ですよ、これは。なるほどね。いや、そうだよね。やっぱ共和党の方が強いよ。本当に。確かにね。それ考えると日本でやっぱりキャンプって怖いよね。熊よけのスプレーってどんぐらい役に立つんですかね。いや、だからね、もうね、それね、結局風向き次第だったりとかするかなっていう。あとやっぱり、まあ、この間も前もこんな話してますけど、スプレーの射程距離、県内まで熊が来てる、この状態でね、スプレーをちょっと向けるってちょっと難しそうな気がして。ね、確かに。すごい早いですよ、彼。ああ、熊はね。わかります、わかります。うん。射程圏内って多分、あと、0.5 秒で手が届きますから、こっちに。しかも、このね、フットワークしながら近づいてくるのが怖いですよね。いやいや、ジグザグ走行ですよ。ね、で、まあ、熊の足を置いといて、一回あれじゃないですか、今の車で、行ってみたらいいじゃないですか。戻ります。いや、だから、違う。もう雰囲気がダメ。やっぱり違う。そうなんだ。でも、ダメ。その大自然の中で、コーヒー飲んだり、キャッチボールしたりするのはできるじゃないですか。いや、ちょっと違うのね。違うんだ。イメージが違うの。なんかもう私が、もうね、なんていうのかな。ファッションも違うのね。まあ、ファッションぐらいは別に変えてもいいですけど、ただその車、とりあえず見に買わないといけないわけじゃないから。まあね、なんかね、違うのね。多分ね、僕が理想としてるのはね、現代版のミニでもダメなの。もうあのクラシックミニじゃなくてダメ。じゃあね、キャンプよりどっちかっていうと、
車メインなんですよ。いやいや、全部の雰囲気ですよ。全部の雰囲気ね。かけらっちゃいけないとか。だから、例えばね、うん、僕思ったの、あれ、コーヒーも、コーヒーメーカーじゃダメなんだなと思ったの。うん、持ってくのに。うん。うん、どういうことですか？だから、片付けの大変だね問題は、神さんとも話してて、うん、どうしてもやりたいんだったら、じゃあコーヒーメーカー持ってけば、あれだったら楽だよ。言うんだけど、うん、僕としてはね、コーヒーメーカーじゃないんだな。コーヒーメーカーって家にあるやつですか？そう。あれを持ってくるの、うん、電源どうするんですか？まあ、電源は、あれですよ。あの、車の電源か。車の電源であれ大丈夫ですか？わかんないけど。うん。いや、もっと安いやつもあるでしょ？そういうの持ってきゃっていう。うん。うん、あと、この間僕がほら、バッテリー買ったやつ。ああ、うん、そういうことか。うん。だけど、僕はそんなんじゃないの。僕はもっとね、違うの。まあ、確かにね、今これからはもう、シンギュラリティだとか AI だとか、リベラルだとか、アセンションの時代だとか、いろいろ言われている中で、アナログなことやりたいんですよ。なるほど。なるほどね。ね。だそういうなんかね、コーヒーメーカーみたいな、すぐそうやってデジタルの方向を持っていこうとするでしょ、うんうん、僕はちゃうもん。うん。そっか。そう、木のテーブルを、トランクにちょっと乗っけて。うん、いいですね。そっちのは全然いいと思う。そう、やりたいんですよ。うん。まあ、せっかくだから、じゃあ、キャンプ場配信みたいなことやってもいいんじゃないですか。配信っていうか、まあ、キャンプ場、配信はできないけど、はい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 、キャンプ場で収録とか。あのね、キャンプの話をね、うん、ちょっと蒸し返す。で、僕も成長してます。今までのキャンプの何回かの回との僕と、うん、もう今違います。新しくアセンション、次元上昇してます。一つ聞きたいのは、トイレってどうしてんですかね？あ、トイレ。トイレってどうしてんの？あのキャンプ、あの女性の人たちどうしてんの？いや、これが、はい。今、だからキャンプ場でやったら、それはもうキャンプ場についてます。うん、なんだけど、ついてんの？キャンプ場ついてます、トイレ。ボットン？いや、水栓がちゃんとついてます。なんかそこもちょっとなんかデジタルだね。そう、デジタル？いや、だからキャンプわざわざ来て、水栓便所はないんじゃないかっつん。ああ、まあそうですよ、ね。やっぱりボットンじゃないと。いや、でもボットンどころか、私が、小学校の時に毎年家族で行ってたキャンプって、キャンプ場じゃなくて、なんか、川を見つけて、おいいじゃん、沢を見つけて、それ上流の方だから岩もでっかいですけど、それ。で、その音が聞こえる程度にちょっと広場があって、うん、キャンプ場じゃないんですよ。うん、でそこで、3家族ぐらい集まって、キャンプするんですけど、おいいじゃないですか。トイレなんかなくて、おいいじゃないですか。それこそがクラシックミーの世界ですよ。だすごかったですよ。私たちの、母親たち、3人母親がいたんですけど、どうすんですか？それ3人で、茂みの方行って、うわ外でしてました。それはどうすんの？いや、もう、あそこの辺にしてるから気をつけてね、みたいな、そういう感じです。もう、うんちもおしっこも両方とも。うわ、汚い。すごくないですか？ちょっとありえない。30代の女性ですよ。やば。すごいでしょ？いや、ちょっとそれも嫌だな。そういうの待ってますから、キャンプ場じゃない草原になっちゃうと。なるほど。うん、いや、どうなんすかね。もうそれ。だからもう、水洗便所っていわゆる BMW じゃないですか。うん、ね、うん、だけど、ボットン便所ぐらいがちょうどいいんですよ。でも、ボットン便所の探すのめっちゃ大変そうですね。今時ないですよ、多分。そんなに。うん。まあ、あんのかもしれないけど。ね、難しいな。だからもう本当にね、キャンプグッズで簡易トイレとか見つけたんですよ。いろいろこうインターネットで探してたらね。だからトイレの、簡易トイレで穴掘って、その周りをこうやってなんかこう、プラスチックの便座がある、売ってるわけですよ。で、その上はトイレ用のキャンプのこう、ね、テントがあるんですよ。いや、誰がこのプラスチックの容器を掃除するんだっていうこと。それもちょっとね、そうですね、難しいよなぁ。トイレ問題あったね。確かに。しかもあれでしょ、キャンプ場に電話して、そちら水洗トイレですかって言った時に、あ、もちろんです、水洗ですって言ったら、じゃあいいですって。ボットン便所がいいですっていう断り方、すごいっすね。やっぱそうなんのかね、なんか難しい、ハードル高いなぁ。
そんなところにまさかのハードルありましたね。本当ね、確かにね、私もだからスキーとかね、もう本当難しいなと思ってね、はいはい。スキーと同じなんですよね。僕はもうスキー憧れなんですよ。うん、あれスキーの板履きたいんで滑ってきたい、うん。ところが、あれがね、現実的に滑るために上に上がるって行為がダメなんですよ、私。あだからそこを捨てきれればスキーを楽しめるんだなと思って。うん、だキャンプもそうで、うん、そういうね、推薦免除であったとしても、うん、片付けとかそういう問題があったとしても、単純にもういいとこだけ切り取れるような性格だったら、うん、もうね、この世界が待ってんだなと僕は思っててね。ちょっとそこをね、いや、これね、ちょっと、もうじき、私はアセンションできると思います。この、次元上昇してそっち側の人間いけると思います。でももう少しかなと思って。だからよく今世の中で2024年から2015年に、うん、人間性が変わるっていう時代が来るっていうでしょ、うん、おそらくこれだと思うんですよ。うん、で私自身が、うん、あ、そっち側のね、世界に行けるんだなって思って、うん、いよいよ。うん。うん、そっか。その時はよろしくお願いします。わかりました。はい。じゃあ、今日もありがとうございました。いやいや、頼むないです。じゃあ、おやすみなさい。